小さくつぶやいた。ハロウィン、誰もいない部屋で一人。もうに朝が来たよ、土砂降りの朝が。ティックトック、私のネジを誰か巻いて。途中もうろうとした頭で思うも理由をつけて休んでしまおうかな。いやいやわかってますってなんとなく言ってみただけだよ。わかってるから怒らないでよ。幸せだろうと不幸せだろうと横に残酷に朝日は昇る。